消えた。ジェイルたちがどこに行っちまったんだ。ジェイルは未来へ帰ると言っていた。未来？なんだよそれ。300年後だってさ。おう、300年待ってるって。こんな人殺しの僕を。リヒト、信じがたいことではあるが、未来に僕たちの仲間がいるなんてな。300年後だぜ。俺たちはみんな死んでるだろう。だが未来へつなぐことはできる。そうだろリヒト。ああ、時風の言う通りだ。この馬鹿げた戦争をさっさと終わらせて、ひなちゃんたちがいる未来へとつなぐのが僕たちの役目だと思う。いいこと言うじゃないリヒト。さすが私たちの隊長。みんなで早く戦争を終わらせようぜ。みんなには誰一人殺させない。 A クラスは殺さない軍隊でなければならないんだ。あんな思いは絶対にさせない。だから僕が殺す。みんなの代わりに僕が殺す。この日全世界で戦争が勃発。それは現在の地上で生産できる食料に見合った人口になるまで増えすぎた人間を廃棄するための戦争。後に廃棄戦争と呼ばれる大戦の始まりだった。全ては300年前に始まった。これを見ているあなたたちに知ってほしい。リヒトの身に何が起こったのかを。素晴らしい結果です。見込んだ通りでしたね。私は彼に人を殺させてしまった。子供たちが生き残るためです。だが私たちには撃墜王が必要なのです。ただ蹂躙され、全てを奪われるだけの未来を変えるために。なんだあいつは。その日、一日でリヒトが殺した人数は337人。ようやく生まれた二人目の撃墜王。明るくてとても優しい撃墜王。私はお兄ちゃんができたような気になり、リヒトをニーニと呼んだ。私はきっとこの人に出会うために被験体になったんだと思った。リヒトは日に日に変わっていった。シュメルマンの遺伝子を注入しすぎたせいなのか、消えない傷が増えていく。体にも心にも。敵を殺すたび、シュメルマンの殺意に支配されていくリヒト。殺した人数が1万人を超えた頃、リヒトの顔から完全に笑顔が消えた。リヒト、ほれ
どう？ムラムラしちゃった？なんなら今晩一緒にお風呂くらいなら。何よ、お風呂だけよ。それ以上は。一ノ瀬二等兵に命ずる。敵を殺すな。もういないんだね。私たちが好きだったエッチで優しいリヒト君は。たまたま好みの下着じゃなかっただけよ。あいつの好みってなんだっけ。白、黒、もっと派手な。サキちゃん、私は諦めない。あのリヒトはいなくなったわけじゃない。そうよ、もっと好みの下着をつけてあげれば。あの子たちもけなげね。殺さない軍隊の隊長さんに帰ってきてほしくて必死みたいね。リヒト君、あなたが敵を殺さなければみんな殺されてしまうだけなのに。それともあの子たちに手伝ってもらう？一人じゃ負担でしょ。その日から李人はみんなの前では仮面を決して外さなくなった。このまま李人一人に殺させるわけにはいきません。私たちも戦わせてください。落ち着け、お前ら。お願いです先生。つまり君たちも彼と同じ手術を受けたいというのかね。私たちはみんなで A クラスです。そうですよ先生。李人が戦うのなら僕たちも戦います。リヒト先輩にこれ以上遠くに行ってほしくないです。いいだろう。シュメルマン、いずれは全員が受ける予定だったのだ。多少時期が早まったとしても問題ないだろう。こうして4人の適合者が判明した。瞬撃の撃墜を坂井時風、銃撃の撃墜を堂安竹虎、追撃の撃墜を園原瑞香、爆撃の撃墜をアレクサンドロフ・グリゴロービッチ対。これでリヒトーが一人で殺さなくても済む。そう思っていたのだけれど。リヒト、殺すな、絶対にだ。僕だって撃墜王になったんだ、リヒトにばかり。これは隊長としての命令だ。絶対に殺すな。一緒に連れて行ってください、リヒト先輩。軍人ならば命令に従え。待て、リヒト。命令に従わない者は斬る。リヒト、その頃合いでしょう。どういう意味だ。攻めるんですよ、こちらから。オリジナルバロットか。守るだけでは決着がつきません。それはそうだが、他国に限らず我々の食糧事情も日に日に悪化の一途をたどり、いずれ共倒れとなるでしょう。一刻も早くもう一つの計画を実行に移すべきだと思いますわ。アルシア、7つのオリジナルバロットを全て揃え、全会一致の議決を得られれば絶大な力が手に入るのです。多数決などとは比べ物にならない。この世の摂理さえも操る力か。ええ、そして私たちの理想郷アルシアを生み出さなければ、全てが手遅れになってしまう前に。どうするんだシュメルマン。やはりこの世界はもう手遅れだったよ、アラン。確かにな。これしか子供たちを救う術がないのなら、
しかしリヒト君にはどんなに謝っても許してはもらえないだろう。すべての罪は私にある。殺せ殺せ殺せ、敵は殺せなんて力だ、殺せ。人先輩離れろ、その花。敵は殺せ。やめろリヒト。この頃のリヒトはもう完全に人ではなくなっていた。それでも A クラスの仲間たちはリヒトの命令に従って戦場に出ることはなかった。みんな心のどこかで分かってたんだと思う。リヒトを支えているのは A クラスのみんなに殺させないという願い。それが破られればもう二度とリヒトは元に戻らないんじゃないかって。そして2年後。これでいいのかな。パンパカパーン、ついに戦争が終わったぞ。私は眠ってて終わった瞬間は見てないんだけど、もう能力を使って敵の位置を予言しなくていい。軍人としての私の仕事は終わりだからね。これから私ニーニのお嫁さんになろうと思うの。初めて会った時ビビッときたんだ。一目惚れってあるのねって。だからこれはニーニへのラブレターにするの。そのニーニなんだけど、戦争が終わった日からもう3ヶ月も眠ったままなんだって。でもすぐに起きるよね。それまで私はたくさんおめかし覚えてもっといい女になります。もうバイバイのキュインキュインになっちゃうんだから。じゃあおやすみニーニ、愛してる。私は何も知らなかった。戦争が終わったあの日、何が起こったのかを。シュメルマンたちは7つのオリジナルバロットをすべて集め、全会一致による議決を行った。この手遅れとなった世界を捨てて、安全と繁栄が約束された理想郷を創造することにした。全会一致による未知の力で地上3000メートルに国土が作られた。彼らが望む理想郷アルシアだ。次の全会一致で地上のあらゆる資源を奪った。燃料がなければ飛行機もヘリも動かない。地上の人間は誰もアルシアを襲うことはできない。そこに住むのは様々な国や人種から選んだ受精卵から生み出される国民たち。そうすることで徹底的に文明を奪い、アルシングの正体を知る者をなくす。そうして作ったアルシアでアルシングによる絶対統治を開始する。カウントを義務付け、アビス送りによって過剰な人口増加を防ぎ、アルシアの正体を知られるのを防ぐために空を飛ぶ研究は資材とし、逆らう者はバロットの複製品を持たせた軍隊によって徹底的に鎮圧する。それがアルシア。一部の選ばれた人間が戦争もなく豊かに暮らせる理想郷。もう分かったと思う。アビスとは置き去りにされたかつての地上、アルシアに見捨てられた世界のこと。そこからはアルシングの力によってわずかな資源も食料も根こそぎ奪い尽くされていく。アルシアはアビスの人たちから奪ったもので成り立つ世界なのだ。選ばれた一握りの人たちが生きるための代償は大多数の見捨てられた人々。これに一人の撃墜王が猛烈に反対した。時風兄よ、こんなのは間違ってる。お前、僕たち A クラスは絶対に認めない。たとえあなたたちに逆らっても。あのバカ。待ちなさいアラン大尉。追っ手ならもっとふさわしいものがいますわ。なぜだリヒト。
僕。全て自分のせい。全て自分のせい。その瞬間、リヒトーの心臓は停止した。廃棄戦争から20年、ようやくニーニが目覚めた。でも、どうしよう。ニーニは全く年を取っていなかった。それに、ニーニの様子が変。ちっとも笑ってくれない。大丈夫だよね。またすぐ、昔のニーニに戻ってくれるよね。もう、ニーニは変か。今じゃ私の方がおばさんだもの。目覚めたリヒトーは必死になって A クラスのみんながどうなったのか、その後の消息を探した。そして見つけた。 A クラスのみんなはあの学校で多くの戦災孤児を救おうとしていた。でも死の大地で生産できる食料は限られる上、そのほとんどをアルシアに奪われてしまう。彼らは子供たちを救うため、自ら口減らしのために命を絶った。その日、私とリヒトーは軍部を脱走した。50年後、リヒトーはずっと仮面を外さない。100年後、一言も話さない。今日いいことがあった。少しずつだけど、リヒトーが喋ってくれるようになった。きっともうすぐ昔のリヒトーに戻ってくれる。仮面もすぐに取ってくれるわ。それで、ね。リヒトーが仮面を外したら、お嫁さんにしてって言おうと思うの。こんなおばさんだけど、いいでしょ。200年待ったんだもの。次にこれを取るときには、お嫁さんに慣れてるかな。振られて一人で飲んだくれているかもね。廃棄戦争から300年、リヒトーはまだ仮面を外さない。今日、リヒトーの後悔がよく分かった。そして私じゃ未来永劫リヒトーの仮面を外せないってことも。私はこの300年間豊かになったアルシアを見てきた。しかしそれはアビスに残された人々から奪い取ったものなのだ。300年後悔した末、リヒトーはアルシアに戦いを挑む気だ。遥かに強大化した軍部相手に、たった一人でこの狂ったアルシアを壊すために。だからあなたたちに頼む。このままじゃ遅かれ早かれリヒトーは殺される。彼を救うにはもう過去を変えて、その後悔自体を消すしかない。お願い、私じゃダメなの。私を見るたび、リヒトーはあの戦争を思い出す。リヒトーを救う方法なんて本当はないのかもしれない。でも私はあなたたちを信じる。だってあなたたちの誰かがリヒトーの仮面を外してくれた。リヒトーの悲しみを受け止めてくれた。お願い、救ってあげて。もう私じゃ大好きなニーニーを救えないの。おかえり。あの、いいの、帰られなかったんでしょ。いいのよ、ただ知ってほしかっただけだから。さあ、疲れたでしょ。たくさんご飯用意してるから。ナナさん、リヒトーさんは。
300年前の続きをしましょう。今、ここで。僕リヒト、やっと僕の予告が帰ってきた。さて次回はポロリがあるよ。はい、どうぞ。今やんなくていいの、はしたない。ポロリ頑張ります。300年前に何があったの。次回、浮気。